さあ本日のハマチャンネルなんですが、こちらの本、コスパ病の著者であります小島直孝さんにお越しいただきました。小島さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず小島さん、どういった経歴の方なのか、はい、ちょっと自己紹介をお願いできますか。はい、私は福岡市を拠点に、輸出業を営んでいます。いわゆる貿易業の業界で働いているんですけれども、生まれも育ちも福岡で、地元 の西南学院大学、西南学院大学優秀じゃないですか。ちょっと2年で中退しました。中退、はい。それからちょっとご縁をいただいてマレーシアの方で働いてですね、それから帰国して、博多の経済誌の出版社で記者として中小企業の方々を取材する仕事をさせていただいた後、25歳の時から独立して、貿易を中心に働いています。で、もう何年もその貿易の世界で仕事をされてきて、書いたのが先ほどもお見せしましたこのコスパ病というこの本なんですが、私の専門というか本業は輸出なんですけども、このコスパ病はそれと反対の輸入をテーマにした本で、今日本にあふれる、いろんなこうコスパ商品、プチプラ商品といわれる、主に中国とか東南アジアで作られる、非常にこう安い製品、日本市場とかでもありますけど、そういったものがそもそもどんなふうに企画されて開発されて日本のあれお店地域に溢れてるのかと、こう背景と事実に対してちょっとこれでいいんですかっていう、そういう問題提起を行った本です。なぜそういう問題提起をこういう本を書いてしようと思ったんですか。そうですね、私の輸出の仕事っていうのはもう主に九州を中心に、衣食住ですね、一次産業二次産業の生産者の方々が作られた、正真正銘のメイドインジャパンの製品を東南アジアとヨーロッパと中東、時に北米に輸出する仕事なんですけど、そういういろんな地域の方々が本当にこう誇りを込めて頑張って作ったものを海外の方にしっかり買っていただくと、この仕事は非常にやりがいがあるんですけど、そもそもそういう九州の各地でずっとこうなりわいを営んでこられた方々がどうしてこの海外に売るという、非常に難しい事業上の選択肢を取るに至ったか。難しいんですね。簡単じゃないんだ。遠い国に売るっていうのはやっぱりもうそれは大阪東京に売るよりもはるかに物理的に難しいんです。ところがそういう経験もない企業の方、地元でずっとやってきたような方が突然海外に売る、なんでこんなことを目指すようになったのかなってのを聞いていくと、やっぱその方々がずっと作ってこられた食品だとか雑貨ですとか家具ですとか陶磁器ですとか、こういったものが売られている近隣のお店に行くと、ほとんどがもう日本人が企画して日本に持ち込んだ安い商品にも売り場を抑えられてしまってるんですね。ちょっと待って、もう一回言ってください。日本人が企画をして、そうです。例えば、私はハサミ焼きとか有田焼きを、この前アラブ首長国連邦とインドネシアに輸出したんですけど、ハサミ焼きといえば長崎の伝統の陶磁器ですけど、なぜかそれと非常にこう似たものがですね、ヒット商品が出ると数ヶ月後に、なぜかそれと似たものが中国から来るんですよね。3分の1とか5分の1とかで、でも日本人が残念ながらそういう、こうデザインだったり原料の指定をしてこれと似たものを、例えば1個100円で1000個作ってくれるとか、こういうことをやってる、海外で企画をして地方向けに開発製造を行って、非常にこう安い値段でコンテナで持ってくると、そういったものが日本市場にあふれると、オリジナルで日本国内の生産製造条件の中で作ってきた窯元の職人さんたちならちょっとそんな値段で売られたらもうやっていけないわけなんですよね。だけどそういった製品が、例えば周辺のインテリア雑貨のお店とか並ぶとですね、どうしてもやっぱ消費者は見慣れてるし、そんなにこう見た目も悪くないし、使い心地も悪くないからこれでいいんじゃないのっていうことで、安くてそこそこいいものをみんなが選んでいくとなると、やっぱり地元で一番近い地元で作ってきた人の商品がなぜか高いからって遠ざけられて売れない、こういったことがもうあらゆる分野で起きてるんですね。加工食品、お漬物でもそうですし、梅干しなんかもそうです、魚魚介類や水産加工品なんかも、水産加工品もそうです。冷凍野菜なんかはもう 90% は輸入品、
90% ですか。そうです。 90% ってもうほぼ。そうです。うん、からまあ業務用の食品だって最近はまあちょっとこう共働きで忙しいから、まあ料理で時短、うん、まあ手軽に美味しく調理するとなれば、やっぱ冷凍食品の需要自体は高まってるんですけど、うん、まあ、そんな冷凍食品の品目っていうのは、まあ私が税関の統計で調べた限りでは 90% 以上が日本国内でも栽培してる農作物なんですね。だけどそれと全く同じものを主に中国で日本人のまあ輸入業者が海外で栽培して、まあ日本人が好む規格に合わせて、まあ、1キロとか20キロとか業務用とか、あるいはもう細切りにするとか千切りにするとか、うん、まあ、こういう形で冷凍して持ってくるとなると、まあそれはやっぱり大規模で人件費も製造コストも安いというところで作った冷凍野菜には日本国内の野菜では太刀打ちができませんから、まあ非常にこう業務上やっぱり非常にこう需要があって、今こうトレンドで人気があるっていう商品ほどなぜか外国で作られるっていう事例が非常に多いんですね。だから私にこう輸出の相談をしてこられた食品メーカーとか農家さん、まあ、漁師さん、あるいは中小零細企業社長さん、職人さんというのは、まあ、地元で売り場がなくなってしまったと、あるいは普通に作ってきただけなのに高い、もっと下げてと言われるようになって、まあ、消費者もなんとなくこう国産は高いからって言って手を伸ばさなくなる、はい、そうです、うん、だけど国産って一番近くで作って送料もかからないし、賞味期限も一番こう鮮度も高いものが、なんで一番近くにあるものが売れなくて、うん、でそこには1200キロ、まあ、九州から1200キロ離れた山東省で栽培された野菜が大量に何百トンと流れ込んでいます、うん、まあ、片や九州で売れなくなったからって言って陶磁器をドバイの金持ち売れないか、うん、まあ、5000キロ離れてます、うんうんうん、シアトルに売れないか、うん、8000キロ離れてます、うん、まあ、片や1000キロ2000キロ離れたところから安いものを持ってきて、うん、それで売り場を奪われた九州の国産品がじゃあ2000キロ5000キロ8000キロと離れたところに売れませんかってきて、うん、まずやっぱこういったことをこう健全な消費と言えるんだろうかと、うんうん、だからまあ消費者は安くてそこそこ良ければいいんじゃないのって言いますけど、そもそもそういう安い商品がどんな手法で生まれて日本に届けられてるのか、うんうん、そしてこういったものを買うこと自体が、まあ、私たちの生活、日本経済にどんな影響を及ぼしているのか、これなかなか貿易の知識がないと見えないこともあるので、そういうことが一般の方に知ってほしいと思ってですね、結局あの輸出ってこうですよ、輸入ってこうですよつって、まあ、一応そのなんか円高の時はこうで円安の時はこうでとかっていう授業では習いましたけど、じゃあそのなんか貿易、それから消費とは一体何なんだということは、さすがにあの義務教育の中ではそこまで学ばないんですよね。だからなんとなくこうニュースを見ていてそういう言葉が出てきて、ふーん、うん、はい、っていう感じで終わっちゃうんですよ、はい、うん、そうじゃなくて実はそのじゃ内情で何が起こってるかと、そうですね、うん、消費者が知らないことにちょっとこう甘えてですね、うん、ちょっとこうあまり良くない工夫をする方もまあ、いると。なるほどね。貿易のことと、まあ、最近だとまあ新型コロナがあったので、はい、医療のことって、うん、実はまあ一般の生活者、うん、消費者というのは詳しくないから、うん、まあ、その世界の人がそう言うんだから、うん、きっとそうなんだろう、うん、としか、はい、思いようがないんですよね。そうですね、うん、じゃあそういう貿易の部分を、はい、実はこういうことが起こってますよっていうのを分かりやすく伝えようということでこの本をお書きになったという、はい、だからもう一般の消費者あるいは貿易に関して全くまあ予備知識も経験もない読者の方でも、もう身近な買い物体験、あるいは日本人として生活していれば誰でも密記したことがあるし体験したことがあるって、もう日常的な現実のこう題材だけを使って書きました、うんうん、今のここまで小島さんのお話を聞いてて、まず一つ目へえと思ったのが、これもし間違ってたら指摘してくださいね、日本にもともとあった産業、さっきハサミ焼きと、はい、おっしゃいました、はい、ハサミ焼きと同じようなものが中国からやってきて、うん、そっちは安いからどんどん売れていく、はい、でこの要はまあコピー商品というのはちょっとあれかもしれませんけど、そういったものは中国の方が真似て作って向こうから輸出して日本が輸入したものではなくて、そもそもは日本人が企画をして、はい、日本人が中国の人に安く作らせてそれを輸入しているってことは、儲かるのは日本人ということですか、はい、そうです、はい、間違ってないですか、
そうです。だからそれが、まあ、あの輸入といっても、まあまあ、一般の方は輸入って言ったら海外のものが日本に、うん、あれ例えばこういった素敵な家具、例えばインドネシアのバリの家具ですよとか、うんうん、これはこういうのとかね、アメリカのソファーですよとか、うん、いろんなことがあって、当然舶来品なり輸入品を買うこと自体は全く悪いことではないんですけど、まあ、例えば一般的な輸入というのは自国で地理的気象的な条件があって生産製造できないっていうものを海外から持ってくる、あるいは日本にはない文化で面白いから持ってくる、うん、こういったものはもう国際交流にもつながるし非常にいいことですから、うん、一般的な輸入はこういったもの、うん、さっきあのハサミ焼きの例は伺って、はい、あのなんとなく分かりました、うん、いぐさというのは例えばどういうことが起こったんですか、はい、ですね、あのいぐさと畳っていうのは、まあ、あの私がちょっと熊本県の八代市っていう、まあ、あの国産のいぐさと畳ではもう日本最大の、うん、八代、はい、住んでました。あ、そうですか。小学校のね、1年生から小4の途中ぐらいまで、で、いぐさ畑走り回ってました、私。あれね、夏場ね、いぐさ青々してるじゃないですか、夏場って。あの時に田んぼ走る、もうチクチク刺さってめちゃめちゃ痛いんですけど、学校と家のショートカットをできる、うん、ところだったんで、そこ走って帰るっていうね、あのイグサ、はいはい、そうです、まあ、あの収穫前っていうのは大体高さで140センチぐらいになるっていう、うんうん、本当に細長いイネ科の草なんですけど、うん、まあ、日本では八代市がもう大体昭和30年代ぐらいから国内最大の産地で、うんうん、まあ、非常にこうイグサというのが市の主要産業であり続けた時代があったんですけど、うん、実は全部これを中国で栽培してですね、栽培できるための機械とか設備とかノウハウとか資金提供したのは全部日本人業者なんですね。え、そうです。日本人が使う、イグサを中国の人が真似たのではなくて、真似させたのは日本人ということですか。ぜひちょっとこの土地で作りたいからということで中国の人たちにお願いをしてやって、うんうん、まあ、中国人からすればそれはまあ一つ仕事をもらって、はい、分かりました。当然その時にだから作り方とか、はい、こういうところがポイントだよとかいうのも全部教えてるってことですよね。そうです、はい、もう品質管理、栽培技術もそうですし、品質管理から検品から、うん、あるいはもう洗い方とかカットの仕方とか、うん、あらゆる方法を教えるんですけど、うんうん、マンパワーも、ね、日本の10倍あるわけですから、大量に作ろうと思えばできちゃうわけですよね。まあ、この20年ぐらい正直こうプチプラ商品とかですね、その安いあの値段をまあこうアピールするお店で買える商品っていうのは正直機能も品質もそんなに悪くないと思う。ところが100円とか300円とか、まあ、すごく安い値段で売っている、うん、だから中国のメイドインチャイナって書いてあるから中国製であることは間違いないんですけど、うん、私がいつもやっぱそこであの読者の方々あるいは、まあ、お客様に言ってるのはメイドインだけじゃなくてメイドバイ、うん、誰によって作られたか、メイドフォー誰のために作られたか、はい、こと3つの、まあ、メイドインとメイドバイとメイドフォーというこの3つの3軸、まあ、3D みたいな感じですね、うん、その商品の本当の国籍を見ないといけませんよと、うん、メイドインチャイナ、うん、メイドバイチャイナ、ジャパニーズ、え、日本人が、あ、そうかそうかそうか、そもそも日本人がその技術者とか技術を全部教えてたから、はい、そうかそうかそうか、メイドインチャイナ、メイドバイジャパン、メイドフォージャパン、そうです、そうです。だからこのメイドフォーがアメリカンとかメイドフォーがもう、うん、フレンチとかになるとですね、うん、まあ、そのほうが輸出ですよね。あ、そかそかそか、フォーというのは誰のためにそれを、まあ、売るか作るかということですから、うん、このフォーが外国人になる場合は輸出なんですけど、うん、フォーがジャパンになる場合は日本人向けの輸入です、うん、となるとやっぱ誰の意思が働いて生まれた取引なのか、そしてこれは誰に対して やられてるのかとなると、日本人がただ海外の安い人件費製造コストを利用して価格競争力を高めるためにわざわざ外国から持ち出してやってるという、うん、まあ、誰のためにもならないというか、うん、いやそうですよね。日本人が考え出して作らせ、はい、中国で作らせている安いイグサがどんどん日本に入ってくる、はい、でも日本では、まあ、昔からの伝統的な作り方で一生懸命イグサを作っている方がいる、でも片やもう中国から入ってきたものはものすごく安い、はい、いう中でやっぱり人はこっちに飛びつきますよね。そうです。とかもうやっぱり日本人がもう栽培指導をしても技術提供もしてですね、うん、品質管理もしてるんだから、やっぱりまあ日本の一般的な
住宅だとか居酒屋とか、まあ、そういうこう集合住宅で使えるような感じの畳になって海を渡ってくるわけですよね、うんうんうん、だからそういうのは一般の消費者からしてやっぱり、まあ、畳に見えてしまうわけなんです、うんうん、だけどそれは畳風の敷物に過ぎなくて、畳風やっぱりそれは日本人が日本の国土で栽培して畳表の形に仕上げたっていう、うん、日本の生産製造という日本人にちゃんとお金が落ちる製造工程を経て最終的に完成したと、まあ、こういったところにやっぱ、まあ、文化っていうものがあったわけなんですけど、うん、ただ完成品だけを全くこう遜色ない形に見えるようにそのレベルアップをするための教育は日本人が全て提供する、うんまあ、結果的に出来上がってくるのは、まあ、日本で流通している畳と、うんまあまあ、素人目で見るとあんまり区別がつかない、うん、でもその最大のメリットはものすごく安いことなんですよ、ね、だからこういう畳が入ってくるとまあそれは今まで畳に関わってた方たちがどうなるかというのはもう簡単なことで一気に仕事がなくなってしまう、まあ売れないわけですからね。でそれで存続を図ろうと思えば当然だけど値下げするしかもう選択肢がないわけで、うん、これがまあコストダウンっていうことで人件費減らしますとか、うん、職人さんの給料が減ったりとかしてしまうわけですね、うんはい はい、それかもう長時間の重労働になるとかですね。今までは農家さんは農業の部分だけやってたのが折らないといけない作らないといけない、うんまあ、いろんなこと企画しないといけないとか、うんうんうん、あるいはもうちょっと賃金がなかなか出ないまま家族総出で働くとか、うんうん、あるいはそういう親の姿を見て育った次の世代っていうのは頑張ってる姿を尊敬するけど、うん、ちょっと後は継ぎたくないってなっていく、うん、後取り問題にもなるわけだ、はい、結局もう日本人のこう仕事があって初めて完成品が生まれて、うんまあ、流通してた商品っていうのがこの生産拠点製造拠点だけは海外にポンと持っていかれるとそこだけは空洞化して、うんまあ、スポンと空いてしまうわけですから、うんうん結果的にこう業界の取引規模っていうのは縮小するんですよ、ね、うん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 、今まで畳表1枚2000円っていうので流通してたところにいきなり800円のものが入ってくる、うんうん、これ800円のものが1万枚、まあ、800万円分の取引が生まれてるんだけど、ただしその800円の畳っていうのは中国だったらもっと安く作れるから引き算した方が利益が増えるっていうですね、はいはいはい、だから500円のものを600円にして100円上積みをするっていうプラスの努力よりも、うんうん、似たものを安いところで作らせて100円で作らせて300円で輸入販売して200円儲かるなと、経済規模は下がってるのに利益は2倍になってる、うん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 、だからこれは業界が成長、業界の成長と企業の成長が比例しないんですよ。だからこういうこう安い商品、輸入商品を扱ってる業者が栄えてる業界の特徴というのは全て衰退産業です。はー、業、水産業、家具製造業、陶磁器、全部衰退してます、ね、医療とかも入ってきますか。アパレルもそうです。アパレル、アパレル製品ももうひどいですから、もう医療品は 97% が輸入ですね。だからそれも今のその小島さんから教えていただいたロジックでいくと、要は日本人が好む洋服を海外で安く作って、はい、うん、それを日本に輸入をして、 で売ると、うん、安いから売れる。そうです。そういう会社というのは日本人の体型とか好みだとか、うん、まあ、色のセンスだとかも知り尽くしてますから、それと同じものの仕様書を持っていて、この通りの洋服を100着作って、うん、この SLM のサイズこれぐらい作ってっていうのを、まあ、中国とかベトナムとかバングラデシュに教えて、はい、わかりました、うん、って言って作ってくると。でも非常に安い、まあ、1着1000円とかそんなんで作ってきて、国内で5000円とか9000円で売るとなる、まあ、非常に儲かる、うん、だけどこういう商品が入ったことで、まあ、ジャケット今まで1着 3万円だった、その相場3万円だったものが1着1万円でもそこそこいいジャケットが出たと、うん、この2万円の差額というのが同業他社には非常に脅威になってくるんですね。それを下げないともう消費者が振り向いてくれない、うん、となれば経済規模は一気にガーッと中心、もう縮んでいきます、うん、ところがこれを仕掛けて最初に勝ち上がった会社だけはめちゃくちゃ儲かるわけです。あ、最初に気づいて始めたところが、はい、です。だからトヨタがあのプリウス、あの電気自動車、うん、ハイブリッド自動車の特許というのを自動車業界の他社10社に全部開放してですね、うん、でそれでみんなでもうハイブリッド電気自動車盛り上げようじゃないかと、うん、いうことをやった。ああいうのが非常にやっぱ日本的な素晴らしいところで、うん、健全な業界というのは成長企業のこう成長軌道と業界全体の成長軌道が比例するんです。1社頑張って業
業界盛り上げると他社もそれに触発されて頑張ろうっていうので業界全体が一緒に盛り上がる、うん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 、ところが私がこの本で指摘した自尊型輸入、うん、まあ、自分自らを損なう形の輸入というのは、うん、業界が縮小すればするほどその輸入業者は儲かるという、うん、反比例です。ああそうか、だって作ってるのは中国なんですからね。日本の中で作ってればその人件費が動いたりとか、とにかくお金が動くんで、その経済規模、その業界の経済規模っていうのはまあ膨らむか今まで通りかね、ですけど、それは安いの入ってきてそっちばっかり売れて、こっちが売れなくなったらもう縮小していかざるを得ないっていう、だからもうそれじゃ生きていけないと思ったら、もう泣く泣く同じことをやらないといけないっていうことで、まあじゃあうちも中国で作るしかないや、うちもベトナムで家具作るしかないや、こんなことでやっぱミイラとか鳥がどんどんどんミイラになっていくんだ。なっていく。全体だからずっと停滞するか、うん、あるいはもう衰退していくんですね、うん、そういう軌道にありながらもそういう輸入をする業者だけ非常に儲かってるわけです、うん、だからまあ非常にいびつな構造があるんですけど、こういったことはなかなか貿易の知識がないと、うん、見えませんし、いや全然考えたこともありませんでした。あの恥ずかしながらですけど、やっぱりメディアというところにいると、うん、まあ、日々 の, その 何かを紹介するようなコーナーで、いやこれコスパいいでしょ、うん、この商品もう安くてこれだけの機能があるんだから、はい、まあ、作ってるのは中国ということですけど、うん、でもやっぱり便利だし、はい、いいですよねっていうことを散々やってきました。はい、でもその裏ではそういうことが動いてるってとこまではちょっと想像がつかなかったですね。だからまあ日本人が買ってる100円とか300円のものに対して、その生産栽培製造っていうそのプロセスでは全く日本人にお金が落ちない消費をしてるんですね、うん、そういう安いところで買えば買うほどそれは国際送金をしてるに等しいわけです。ああそうか、全くそのお金は日本に落ちないわけですから、うん、中国やベトナムに、はい、そのお金は行って、そうですね、でその企画をした日本の会社の人はまあ儲かる、一番それは儲かります。恐竜を作ったのは日本企業がやったわけですから、はい、まだ元締めで非常に儲かるわけですけど、うんうんうん、日本人の消費者は最終的に安いものを買ってるだけなんですけど、うん、この買った100円というお金がじゃあ次日本人にどれだけ、まあ、潤すかというと全くそれは しないわけです。あ、私を書いたですね、日本人による日本製品の不買運動なんです。うわなんかちょっとショック、はい、そうです、不買運動、日本人による日本商品の不買運動。ああそうですね、なんか全く日本にお金が落ちなくて業界を衰退させる消費活動を30年間やってきてるわけですから、うん、日本製品に対して最も過酷な不買運動をしてきたのは、うん、他ならぬ私たち日本人なんだという事実には気づいてないんです、ね、みんなで寄ってたかって生産者職人を追い詰めて、うん、廃業に追い込んで、うん、貧困に追い込んで、うん、もう後継ぎもいない、うん、もう働き手もいないから実習生に頼るしかないと、うん、こういう経済に追い込んでおきながら、それでもまだコスパコスパといって安いものを求めているというのは、私はもう非常にこれは経済政策では解決できない文化的メンタル的な病的な問題だなと思ったので、うん、まあ、ちょっとコスパ病という名前をつけました。これ解決の道ってありますか。はい、まずですね、やっぱ感情的にならずに事実をしっかりとこう受け止めることが非常にこう大事な一歩だと思っています。で何もこの私の本というのはもう中国製は全て悪いとか安売りはいけないとか、うん、輸入はダメだとか、うん、国産を買いとかそういうことを主張している本ではなくて、うん、もう少しこう丁寧に買い物をしてみませんか、うん、自分にとって本当にいい商品って何だろうっていうのをちょっとカゴに入れる前に一旦考えてみませんか、うん、こういう、 こう素朴なできることからやっていこうっていうのを、うん、まあ、あの 最後の方の章では提言をさせていただいてるんですけど、もちろん1日100円でも週に1個でもいいから、うん、まず自分が今まで買ってきた商品、まあどうせ買うんだったら同じ日本人がちょっとでも豊かになるような買い物をする、うん、そういうことをみんなが1日100円、1週間1000円、うん、でもやっていくとちょっとずつこう自分に近いところにお金がとどまって回るようになる、うん、それはひいては自分の財布にもいい効果を及ぼすと思うんですよね、うん、ほうほうほう、だからそういう、まあ、健全な地産地消、原産性な商品の、まあ、氏筋というか出自というものにもっと敏感になって、うん、安いから安いからって買って結果的に海外送金そして日本製品ボイコットってことをやるわけでは
なくて、ちょっとでも日本の農家さん、日本の漁師さん、日本の職人さんにお金が落ちるようにしようよと、うん、でそれがちょっと高すぎてできないっていうんだったら、お店と掛け合ってこんなの作れないかってちょっと行ってみようよと。あ、消費者が、うん、そうです。おうおうおう、そういう消費者がスーパーに対して、うん、まあ、国産のネギもっと置いてよ、うんうんうん、味噌汁入れたいからこんなほっこりぐらいの長さで切ったやつ置いてよと、うん、私たち主婦グループで100人で買うよとか、うんうんうん、そんな風にスーパーに対して言えば、スーパーも非常に安心して仕入れができると思いますし、うん、確かにそのスーパーからすると、まあ、農家さんの方から例えばじゃあちょっと5センチに切った、今刻みネギはあるけど、うん、5センチに切ったうちのネギ、うんをちょっと袋に詰めたようなやつをどうかなと思ってんだけどって言っても、スーパーの方はそれ売れるかどうか分かんないから怖いですよね、踏み切るのは、はい、だけど逆に買ってくれるよって、うん、そういうのあったら買うけどっていう提案が消費者の方からあれば、逆に仕入れさえすればある程度売れるのは読めるから、こう足を一歩踏み出しやすいというか、そういうことですよね。そうです。だから今の、まあ、うちもやっぱ自治体とか経済団体の方とお仕事をすることも多いので、やっぱ地域活性化っていうのをいろんな角度から、まあ、見せていただきましたけど、うん、まあ、今の日本の地域活性化の一つ大きな問題っていうのは、こう売り手と作り手を支援することが当たり前っていうことになってしまって、ビジネスがちょっとゲームになってると思うんですね。ということで、やっぱ作り手はどんなものを作ったら売れるだろうかと、でまた売り手はどんな風にしたら消費者を振り向くだろうかって、こうなんか魚釣りのような感じで、売り手と買い手が敵対してるというか、お互いこう腹を探り合ってるみたいな感じに見えるんです。まあ、これはやっぱアメリカみたいなこう合理的にビジネスをやる国のやり方だと思うんですけど、まあ、私は経済活動ってもっとこう共同体的な営みであるべきだって思うんですよ。だからやっぱ日本の地方活性化で一つ足りないのは、買う側から盛り上げるっていう視点が全く欠けてると思うんですね、うんうん、消費者が私たちはその支出を減らすことでお得さを味わいたいんじゃなくて、収入が増えることで豊かな買い物がしたいって誰もが思うんだったら、じゃあ消費者にもお金が落ちるように地元のものを買いたい、地元の安全で美味しくてみんなもついでに儲かるものを買いたいから、じゃあこんなネギ置いて、こんなトマト置いて、こんな魚の干物置いてっていうふうに消費者の方から言っていけば、スーパーの方、あ、お客さんそんなの求めてるんだ、分かりました、じゃあ農家さん漁師さんに行ってみます、ちょっと今年は難しいかもしれないけど来年からやるんでぜひお願いします、分かった、じゃあ私たちもおばちゃんの仲間呼びかけとくからね、こ、んな感じで今までコミュニケーションを分断することが便利さっていう風になってきた面があると思いますけど、まあもしかしたらそういうこう買い手と売り手のコミュニケーション、売り手と作り手のコミュニケーションというものは、こういったものでちょっとでも復活していけばですね、私はもう消費者主導の地産地消という言葉をこの中で提唱させていただいてるんですけど、買う側からどんどんふるさとを盛り上げる、こういう形の消費活動を通じてふるさとがちょっとでも元気になっていけばっていうのが、それがやっぱ最終的な解決策ですよね。ねえ、まずはさっき小島さんおっしゃった地産地消のものを、まあ、1週間に1つでもいいから手に取って買ってみる。ちょっとあの自分の話であれなんですけど、今日なんかコスパ病ということで最近なんか高い買い物を何したかなと思ったら、実はこのネクタイでですね、これ博多織なんですよ。博多織のネクタイでこれ6000円ぐらいしたのかな1本、まあそれでも6000円ですよ。あの本当にネクタイのね老舗みたいなところだと本当1本1万いくらとかする、これ6000円ぐらいなんですけど、本当に締め心地が良くて、会話の糸口にもなるんですよね。実はこれ博多織なんですよつって、ちょっと見せてなんつって、あどうぞ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 つって、あ本当やね、あ博多織だなんていう、こう会話の糸口になったりとかですね、してすごく今重宝してるネクタイで、でもすごく買ってよかったなって、はい、もう変な言い方ですけど6000円の元は十分に取ったみたいな、うんうんうん、そうですね、うん、だから本当はですね、やっぱその買った人、お客さん、買い手、使い手がどんどん良さを自慢して、私は買い手の側にもストーリーがあっていいと思うんですよ、うんうん、まあ、本当にビシッと決まるネクタイが欲しかった、うん、なんかこれをつけるともう自分の本当の仕事ができる、そういうネクタイが欲しかった、ずっと探しててパッと出会ったんだよね、うんうん、だからこのネクタイも自分でもすごくいいと思ってるんだって、うんうん、やっぱ売り手もストーリーをこう付加価値として伝えますけど、買い手にもストーリーがあって、し買い手がこういろいろ東京であった友達に対して、俺のネクタイ博多織、俺のふるさとの
生地を使ってこの伝統の編み方でやってんだよとか言って、うん、すごいね、うん、うちは西陣織で京都のね、このね、私は本当地産地消買い物ってやっぱふるさとの自慢合戦だと思うんですよね、うん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 、まあ、サッカーボールでモルテンっていう、あ、モルテン、はい、モルテンも広島の会社なんです、はい、あ、そうなんですね、うん、モルテンの社長はですね、戦争の後に子供たちに健全な遊びをしてほしいと思って、まあ、子供たちが雨の日もボール蹴って遊んでるけど、うん、その当時の日本のボールっていうのは非常に品質が悪くて、水たまりに落ちると水を吸ってどん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 重くなっていって、そうなんですか。それ子供が蹴って、その友達の顔に当たるとバチンってビッと食らって、それで、それで、まあ、泣いたり喧嘩になると、うん、いうことで、モルテンの社長はその子供の親から、うん、顔に当たっても痛くないボール作れるんだろうかと、うん、無理難題を受けるわけですね。でもこれってさっきの話の消費者からこういうものを作ってもらえないかっていう提案があったって話ですよね、はい、うんうん、立って痛くないボールとか水を吸わないボールっていうのは、これはもう、うん、技術性の新素材開発のレベルの話ですよね、うんうん、だからモルテンはこれに応えて作るわけですよね、うん、当たっても痛くないし、何回蹴っても強く衝撃を与えても変形もしないし、ずっと長く遊べるボール、うん、こういったものを作ったことで、もう世界的ないろんなバレーボールとかに使われる、そういう品質が生まれるんですよね。これも広島の、まあ、アパレル、縫製、あるいは皮革産業というものの歴史があってこそできたことで、だからボールだとか靴だとかネクタイとか名刺入れとか、こんなちっちゃいものを見るだけでも、実はそこにふるさとの歴史があるわけなんです。こういったものの付加価値だとか、こういったものを身につけていることによる自信とか余裕とか安心っていうのを考えると、まあ、やっぱりこういいものを買って、いいものを大切に使うっていうことが、どれだけやっぱりこう使い手の心を豊かにしてくれるか、うん、だけどそういう無形のものは面倒くさいからいい、機能だけあればいいっていうことで、うん、まあ、ボイコットをしてきたのが、まあ、私たちの30年の、まあ、この自尊の道だったと思うんですよね、うん、だから何もコミュニケーションがね、感動もない、無機質に使って壊れたら捨てるだけ、うん、まあ、こういう冷たい経済をずっとやってきたわけなんですけど、もう一回こうちょっと経済の基礎体温を向上させる、うん、で地方という毛細血管にきちんとこうお金って血液を行き渡らせる、うん、そのためにはやっぱまずやっぱ私はお客さんの方から盛り上げてですね、うん、だからもう身近な衣食住の商品の中に、まあ、歴史と伝統は全て詰まってますし、うん、やっぱ物心両面で同時に豊かになる消費っていうものを私たちが、まあ、居場所から少しずつやっていくことが大事ですし、うん、これは単なる精神論ではなくて、具体的にどういうことしたらいいかとかのことも本人は書いてますから、うん、まあ、ご興味がある方は読んでいただければと思うんですけど、うん、まあ、要は私たちは日本人にお金が落ちる買い物をずっとしてこなかったというだけのことだと思います、うん、すごい、この一言はすごいですよ、うん、ねえ、日本人にお金が落ちない買い物を日本人はしてきた、不買運動ですよね。その結果がこの30年の、はい、なんていうか、どん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 こう自利品になっていく、給料も上がらない、うん、そういう意味ではあれじゃないですか、もう今もう最後のタイミングかもしれませんね、その元の日本の方向性に戻せるタイミングとしては最後かもしれないですね。10年20年ぐらいがやっぱもう限界かなと思いますよね、うん、まあ、福岡なんかは見かけだけは盛り上がっているように見えますけど、やっぱりまあ九州の他県からいっぱい人を吸い上げてるだけっていうところもありますし、やっぱりまあ過疎地なんか、まあ、行くと、もう本当、人口構造が補助金がないと成り立たない、もうそういうところも当然あるので、うん、だけど、そこで補助金、税金っていうものを考える前に、もう私たち、そこに暮らす日本人の財布の中にあるお金が最初の財源なんだと、これができるだけ生き金になるような、そういう消費っていうものを、まずそれを考えないと、売り手作り手をどれだけ応援しても、もうバケツの底に穴が開いてるのに水汲み続けるような感じで、まずバケツ穴塞ぎましょうよと、そういうところから初めてやっていかないといけませんね。最終的にはそのなかなかそのいっぱいお金が入っているわけじゃない財布から、いつもだったら100円のものを買ってたけど、じゃあ300円のものを、日本製のものを買いました、はい、その瞬間に出ていったお金は、まあ、今までよりは大きかったけど、最終的には返ってくる、はい、っていう感覚でいいですかね。はい、そうです。だからできるだけ自分に近いところでお金を回していくっていうのをやっていけばですね、もうこの隣町に住んでる農家さんのおじいちゃんが作ったやつ、じゃあ買おうって言ったら、もうそのおじいちゃんが明日ホクホクもう嬉しいのはもう分かってるわけで、おじいちゃん儲かったらじゃあ居酒屋行くよって言ったら、その居酒屋のオーナーも嬉しい、で居酒屋の人たちがじゃあうち儲かったから従業員ちょっと今月ボーナス上げるよって言ったら、それでスポーツ用品が売れたとか洋服が売れたとか、まあ、そういうのが近くで、そういうことをいろんな町の産業
産地業界の特性に合わせて、うん、みんなで協力しながら盛り上げていけば、うん、まあ、これだけひどい経済を30年間作ってきたわけですから、うん、そこに気づけば結構短期間でガバッとこう元気が出るような経済が到来するんじゃないかなと思ってます。でこのコスパ病ですけれども、はい、なんかもう日本語バージョンだけじゃないんですって今。はい、そうです。これ英語ですね。英語版と、はい、これはドイツ語です。ドイツ語デルテフトルフトプテプテフランス語ですね。はい、レフランスドイツプリスって感じですか。へえ。あとはタイ語も、タイ語とインドネシア語も出ています、うんうん、これってすごいことだと思うんですけど、でも日本のことを書いた本じゃないですか。それがなぜ海外で読みたいっていう国が出てくるのかっていうのがちょっとピンとこなくて、俺の国にもあと10年ぐらいしたら怒りそうだからちょっと書いてって言われてですね。そういうことですか。まあ、日本はやっぱり中国との付き合いも長いですし、特にこの戦後の、まあ、中華人民共和国になってからの中国っていうのは、まあ、建国前後から日本で非常にこう深い関わりがありますから、うん、まあ、こういう中国との経済関係っていうのは多分ある種一番深い関わりを、うん、まあ、良くも悪くも持ってきた国だと思うんです、はい、で自国での価格競争力を獲得するためにもう自国の貴重な技術とか設備まで全部持っていくって、ここまでひどいことをやったのはちょっと日本しかないんですけど、うん、まあ、ただしそこまでのことはしなくても安いメイドインチャイナっていうのは世界中に溢れてますから、うん、だけどそれに対して単純なナショナリズムで批判をする国っていうのもあるんですけど、うん、構造的にはおそらく日本の自尊型輸入と似たようなことをやる業者が他国でも多分日本の後追いで出てくると思うんです、うん、でただ単なる安い中国製品があるっていうことで中国人けしからん、中国けしからんという前に、そういった商品がなぜあなたの地元のお店にあるのかっていうこのメカニズムと流れっていうのを知る上でやっぱり日本の経験が非常に参考になると、うん、だから、まあ、ある意味と日本みたいにならないように、うん、ちょっと我が国でも勉強したいと、予習用ですね。そうです。へえ。まあ逆に言うとそれだけやっぱり中国のその経済力っていうのがもう世界に影響を与えるだけになってるってことですよね。中国との付き合い方を考えずに国家が運営できる国ってのは世界にそんなないと思うんですね。そんな中で貿易でちょっとこう失敗してしまった、まあ、その日本の事例を紹介しながらも日本はこれからまた再建していくんだっていうそういうメッセージを伝えることで、まあ相手国の経済安全保障にもちょっとでも役立つ材料があればと思ってますね、うん、じゃあ我々はコスパ病のその病から早く解き放たれないといけないですね、はい、でこういうお話を、まあ、いろんなところでこう講演とかされると思うんですが、はいはい、反応はどうですか。いや、やっぱりまず衝撃を受けたっていう方は多いですね、はい、まさか、まあ、やっぱ経済評論家とかこうジャーナリストの方がいろんなこう問題提起とか原因の指摘だとかあって、それは論じ方はたくさんあっていいと思うんですけど、うんうん、まさかこの自尊型の輸入、日本人が日本を痛めつけるタイプの輸入がこんな形で発生して定着して拡大したのかっていう、まあ、こういう歴史的経緯だとか事実関係の解明っていうのをやった本はおそらく私が調べた限りなかったと思うんですよね、うん、ですからまずまあショックだったと、うん、だけど次に今知れてよかったって、うんうんうん、まずこの事実を知ること、そしてまあ私たちは決して賢い買い物、お得な買い物をしてきたわけではなかったんだと、うん、目先のコスパに踊らされて、うん、安いものをこうお得だプチプラだすごいって言って、まあ、舞い上がってですね、うん、まあ、自分たちの大事な国の経済基盤を自分たちが痛めてきたんだと、だから政治家を批判したり外国をこうちょっと非難するっていう前に、まあ、私たちの行いもちょっと正していかないといけないねと、そういうこう健全な反省、事実の受け入れですね、うん、こういったことができたこと自体が非常に良かったって言ってくださる方は多いですし、うん、そこに気づけばもう皆さん自分のふるさとと業界には詳しいですから、うん、その方たちの解決策はいっぱい知ってると、まあ、ところが業界内でなかなかこういう輸入をしてる人がいるとなかなかそういう人の顔が気になって言えないっていう時に、うん、まあ、私のように貿易という、まあ、分野からの第一声を発するっていうことが、まあ、それが非常にありがたいと、うん、こういったお声もいただきますね。小島さんファーストペンギンですね、うんうん、そうです、まさに、はい、そういう 第一声を上げてそのきっかけを作ると、うん、それが私のこの本の役割でもあると思いますし、うん、まさに前書きにも書いてるんですね、うん、問題を解決した本ではないけど
問題を発見してこう議論の題材を提供して解決の方向性を示す、うん、それがこの本の役割ですよ、うん、解決策はもう読者の方皆さんが探せますからと。ということで今日は僕もあの病に苛まれていました。僕もコスパ病だったということにこういろいろ気づかされたり、ね、それからちょっとお金出して、日本の、ね、ものを買ってそういうところからこう変えていったらいいのかなっていうね、そういう提言も頂戴して、実はこの本の中ね、あの他にももう十何章にね、はい、分かれてまして、他にも今日お話しいただいたこと以外にもですね、いろいろこう お話しいただきたいこといっぱいあるんですけど、もうせっかくなのでまた次回あの小島さんお呼びしてもいいですか。はいはい、ありがとうございます。はい、でその時にまたちょっといろいろこれからの日本をどういうふうにしていったらいいのかっていうお話も伺っていけたらなと思っております。はい、小島さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。真面目な浜チャンネルでした。